はい、皆さんこんにちは、りなです。私はドイツについて1週間経ちました。今日は12月23日、タカが到着します。飛行機があと15分後ぐらいに到着するんですけど、私たちは今から出発します。まあ空港でちょっと時間とかもかかったりするし、とりあえず今から行きます。見てる通りに雪が全部溶けちゃった。この1週間の初めにのめちゃめちゃ雪降ってたんですけど、そこからどんどん暖かくなって、今日も10度以上ある。で、雪が全部溶けちゃった。タカが今 LINE で到着したという連絡をしました。もう本当に時間通りに12時半に到着しましたので、私たちはちょっと他にも用事があるから1時間後ぐらいには着くので、1時間より早いとタカはちょっと待たなきゃいけないかもしれない。また連絡があったよ。タカがもう飛行機から出ました。10分も経ってないぐらい。やばいやばい、めちゃめちゃ早いよ。タカが待たなきゃいけないかもね。タカが怒ってるっぽい。おい、もう入国も終わるよ、バラウって書いた。私たちはまだエアディンにいます。ちょっと待ってて、タカちゃん。あ、もしもし。タカちゃん、ドイツに着いたの？着きましたよ。よかったね。なんかね、めっちゃ空いてるからね。え？もう入国も2分3分ぐらいで終わったし、でも今もう荷物も今出始めたから、5分10分ぐらいでもうあれだよ、出れると思うよ、そこに。私たちは近くもいないよ。ごめんね。え、今何？エアディで買い物してるの？そう、ママが作った写真のカレンダーをピックアップしてる。タカが到着すると同時に雨が降ってきましたよ。タカは本当に雨男だよ。天気が良かったよ、1週間。はい、ミュンヘン空港に着きました。もしもし、今着いたよ。まだね、荷物が全然出てこない。出てこない？まだ出てきてない？ハロー。はい。What's your name? Please put your luggage in the...アロタカ。アロ。ドイツはこんな暑いと思ってなかったよ。もっと寒いと思ってたよ。いや違うよ。今日は10度あるし。残念ながら。だから日本のが寒いよ、これだったら。そうだよ。ね。ミッフィールシニー。着いたよ。ね、半年前に来た酒屋さんです。はい、マスクはいらない？いらないよ。ドイツはもう完全に全くいらない。全くいらない？お店に入るときも一回もつけてない。あ、そうなの？この1週間で。入ってきましたね。はい、何が欲しい？バイスビアと、バイスビアドゥンケルビアと、ドゥンケルバイスビアとヘレス。アレス。あ、あの店員さんが手伝ってくれる？Yes, a dunkle SachenHelles. Und Weißbier. Und Weißbier, also alles. Und Christmas. Oh, Winterfest Bier. Oh, Schneeweiß. Yukino Schirobier. Also,いいね、この皆さん知ってるこのポンって開ける。あ、あるよ。ね、欲しい。いいよ。これ親指でピッと押すとポンって開きます。ちなみにここに値段が書いてあって、1本 1.15 ユーロ。これケースで買うと20本で18ユーロ。すごいよ。ほとんど 1. 何ユーロとか 1.2 ユーロとか 1.3
1ユーロちょっとですよ。そうだよ。ちなみに今1ユーロいくらですか？140円ぐらいかな。それぐらい。ってことは1本150円で、うん、500ミリリットルのビールが買えるっていう。そうだよ。もう僕にとっては天国ですよ。そうだよ。だからこれドイツに着いてからすぐに天国に入ったね。よかったね。もうすでにこんだけ買ってるから。大丈夫。何本買ったんだろうね。多分大丈夫。パパはまだ買おうとしてますよ。止まりませんよ。何本買ったんだろうね。30本ぐらい買ったのかな。だから30本かな。すごいね。ってことは30、40ユーロぐらいだね。そうだね。フリービールもらいましたよ。やばしいですね。半年前もあの店員さんでいろいろ買って。そうだよ。ちなみに半年前に飲んでたビールを今日空瓶を持ってきました。うん、そうそうそう。ドイツはそういうシステム。そう、返さなきゃいけない。返すと、空瓶を返すとお金が返ってくるという。31ユーロだよ全部で。イエスイエスね。結局こんないっぱい買いました。これ持っていけばいい俺が。いや、重て、重た。飲みたい人が持つビール、これ両方で多分20キロぐらいあると思うけど。そうだね。10キロぐらいあると思う。これが幸せですよ。ドイツは必ずシートベルトしなきゃいけない。そうですよ。下道でもシートベルトをしなきゃいけません。そう、厳しい。まあ安全だからね、した方が。バレちゃった。何をあくびしてるの。疲れますよ、もう疲れました。レナの村に着きましたよ。そうだよ、次の村。何をもう疲れましたか。タカさんが来てもう疲れましたか。それタカちゃんが来たらもう疲れましたよ。1時間も経ってないけどもう疲れましたよ。よいしょ、着きました。はい、いいよ。はい、誰も閉めない。ボタンない。はい、OK。 OK。 はい、おっ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 、はい、到着です。雪が、雪残ってる。雪が残ってる。ちょっとだけ雪残ってますよ。今日の雨で全部溶けたらしいので。あ、そうそう。よいしょ。 OK。 お父さんのやつ戻してもらってあげないか。はい、着きました。ただいま。あ、レナのお家の匂いがする。あ、そう、何の匂い。わかんない、なんかこの匂いはレナの家の匂い。帰ってきたって感じの。はい、はい、ちなみになんでドイツのカレーがついてるの。これわかんない。俺が小学生ぐらいの時からずっと使ってるよ、これ。ドイツ。俺レナの運命なかもしれないよ。運命かもしれない。汚いやつをこっちに行けないで。何を汚いけど言うことがある。これは俺の旅のお供だよ。やめろ、やめろ。いや、捨てましょう。汚くないよ、全然。何を失礼なこと言うことがある。タカが綺麗好きなので、これもめっちゃ綺麗好き的な感じで。何それ。お土産、あの柿の種とかラーメンとか。これもうお土産。はい、ビール。あ、お餅。お餅、はい。これ、あ、持ってきたの？ぜんざい作れる。あ、ぜんざい作れる。お父さんとお母さんにぜんざい食べてもらおうかなと思って。お餅とぜんざい。そうなんだ。オッケー。これも日本の茶葉。あ、玄米茶とほうじ茶だ。オッケー。これ多分飲んだことないと思うから。ほうじ茶。あ、あとこれ。めっちゃ持ってきたね。万格。はい。俺の地元の一番美味しいせんべい万格と、あとは日本の和菓子。これ本気の和菓子。本気の和菓子？うん。と日本の本気の和菓子。めっちゃ本気だね。いっぱい持ってきましたよ。やばいよこれ。ということで、はい、この動画はここで終わりにします。これからはめちゃめちゃドイツのコンテンツが来ますよ、皆さん。なのでチャンネル登録も忘れずに。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。